どうもふう内田です。はい、ということでね、ハードオフ牛久店さん来ました。それでは早速入りますか。それでは店内入りましたんでね、早速ゲームコーナーこちらの方なんで行ってみますか。こちらですかね。ああ、その下ここに、はいはいはい、はい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 、なかなかあるじゃないですか。はいはいはい、早速見てみますか。そうですね、はい、ちょっと待ってね。トランスフォーマーが55。おお、藤田さんの見かけ。そうですねそうですね。どうやっても即死なんです。お、なんですかそれ。知らないですか。何何何何、あのゲームオーバーになった時に、ダン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 って言うんですよね。あ、ゲームオーバーのサウンドみたいな。そうそう、うん、どうやっても即死なんです。メロディーに乗せたりする、藤田節を。そう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 、ね、で、まあ流行ってるはずなんですけど、それごめんなさい、初耳ですなんかすげえ買ったやつを見る時間がやっぱ長いですよ。いや、そういうもんなんですね。いや、そうなってくれますよね、当然ね。それがますます長く多く増えるでしょ、この時。そう、増える増える、絶対に増えちゃう。どうしますね。どうします。あのいい話があるんですけど、あのね、個人的にも僕はお店結構行ってるんですよ。はいはいはい、そこで、うん、これコンビ企画だったら買えるのにっていうものを何個も見てるんですよ。作れた、うん、回して自分でいやだからそういうのもあるかなと思ったんですけど、回して回してもったいないですね、逆にね。バズオーダー 1,2 で見てるからね。そっかそっか、 1,2 よ、 2,5 で買ってるのに。そっか、あ、でも 1,2 だったら自分のもんですよ、やっぱ、今後どうするか問題ですよ、これは。そうですね、うん、それをありとか、僕は行って買ってるからありでしょ、それはありなんだけど。そうですけどね、ただ黄色でしょ、要は。それ着替えればいいじゃないですか、その時に。あ、それ OK なんですよ、逆に。OK なんですけど、手間もかかるんで、それはちょっと手当ては必要になってきますよ、やっぱり。じゃあ行きますよ。はい、結局南極大冒険5。あ、行ったんだっけ、これ。行ってないんですよ。ずっと審議ですよ、審議。これ超傷んでるけど、まあいいか。で、お値段的にどうですか。安いんだけど、超傷んでるって。痛みはうちはね。ねえ、結局はだから本当結局行ってないんですよ。行ってない、じゃあこれお値段以上なんで。あ、行っちゃいますよ。はい、55。55一番安いんじゃないですか、見た感じで。確かに。でも状態はこうですからね。裏決め2箇所に上ラベルが破れ、ハゲ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 、あ、ウィロー、ウィロー、ウィローの節付き88、これはいけますよね。あ、しかも節付き、まあ予算なんかギリですけどね、これ節が付いてるからまあギリ。これあるっすか、裏物ですか、やっぱり。でもこれはね、結構表寄りっすよ。表寄りなんですか。カプコーさんのやつだし。はい、これどういうゲームですか、ちょっと全く想像つかない。これはね、主人公の勇者が、戦う面白いゲームです。説明書読んでから聞くべき質問でしたね失礼しました、早打ちスーパーイゴ550円、箱付き安いですけど、これはお得ですね、完全にね。どれぐらいですか、お得ぶりとしては。どうすね、800円でも安いんじゃないですか、今のところの藤田賞ですね。そうですね、バイナリー550円で、バイナリーランド行ってない、バイナリーランド行ってない。550円で多分典型的な街みたいパターンで。本当にじゃあ行っておきますか、これ。バイナリーランド冒険島ね。で、以上まあこれですかね。はい、ショーケースなんですけど、ファミコンがありますね、ビックリマンワールド。いくら2200円。こっそりだ、持ってますけどね。こっちガンテックの箱節付き25,000円。これやばいっすね。やばいっすね、あの例のね、例の大人気映画に似てるし。そうですね、この頃の生え際はまだ良かったねって、来てなかったねって話しましたもんね。これだからほら、まだワンの頃だから、まだね、この頃だったら多分藤田さんとかまだ来てますよこの頃の、いやいや、そう、いやいや、だって例えば、ちょっとこうやって上げ目じゃないですか、前髪を、ちょっと若干上げていただくと分かると思うんですよね上げる必要はないしね、あ、そうですか。さっきのやつの反対側にもショーケースがあって、で、クイハイが結構並んでますね。並んでますよね。忍者龍剣伝3、イカリ3、ウィザードリーとあります。2,970円、2,750円、1,650円、はい、っていう3ヒットですね、まあこれでも買ってないのはウィザードリーだけか。そうですね、今はね、
まあ、ウィザードにもやっぱ1000円聞いたいんですよね、自分の中ではね。まあ、見ますね、確かにね、結構見るんだね。その辺はあれですか、そうスーファミとかプレステとか、ね、ここまあそうですね、スーファミがあって、はい、PS があって、はい、ここにまああの個人枠用の、あ、箱節付きがスーファミありますね、はい、ちょっと見てます。あ、見るんですね、ちょいと見ていきます、ランマ1908年、これなかなか綺麗じゃないですか、うん、でも超技ね、買ったんすよ、この前。見てさ、絶対 0.03 秒じゃないですからね。ランマを考えてるんだつのに。すげえ。違う、ランマの、あのアニメとかを考えてるんですよ。0.03 秒だったら、もう取り出したぐらいで終わり、終わる。終わってますよ。終わってますよ。出てる。じゃあ、時間ないんで、早く結論。ああ、そうなんですね。ランマなんか改造してるんですよ。四方八方じっくり舐め回せる見せたわよ。違う、当時のことを思い出してるんでしょうか、当時のことをね、はい、大変言ってる、1650円、はい、なかなかね、いやもう決まってるんだよ、決まってる中こうですよって言ってるんじゃないですか、視聴者のために見せてるんだよ、もちろん、ね、そのパッケージ見ると、はい、まあ、昔をね、懐かしんだりとか、はい、いろんなところに考えてるわけですよ、はいはい、でもこの時点でもう結論出てるよ。でしょうね。でしょうね。出てる。出てる。出てる。そうでしょうね。ただ、はい、最近ちょっとね、あの視力も落ちてきてるんで、これ決まってるんだけど、はい、よく見たらおってなることもあるかもしれない。まあ、それはね、うん。ここが64があって、メガドラであると。メガドラピヨピヨなんですけど、ピヨピヨ2は一応見たいんでね。ピヨピヨかなりチェックしてますよね。あのこの出っ張りが欲しいんですよ、これ。出た出っ張りね。で、88じゃないですか。買います。出ました。これだけで決めるんですね。これだけでね。これほそのケースは欲しいんだよね。だこれゲームギアとか結構ありますね、はい、あ、ちょっと待って、これ結構欲しいっちゃ欲しいんですよね。100ものと稲川さんですね。ゲームなんですか、ちょっとサウンドゲームみたいな、ね、選択肢があるぐらいでしたかね。まあ基本的には稲川淳二さんがいきなり、基本的には稲川淳二さんが話します、はいはい、なるほど、はい、こういうの好きなんですよ。 PS1 でもありますけど、あ、PC エンジン時代から僕はね、うん、あの稲川さんの話を聞いてましたからね、うん、怖い話。あ、そう怪談とかホラー系好きなんですか。あ、話すのも好きだし聞くのも好き。へえ、いや、これ普段と一発ね、今はちょっと聞かないですから。あ、本当ですか。怖い話一発もしやりましょうよ、語る会を。珍しいのは結構あると思うんですよね、はい、スパカセがこんな並んでるの初めてじゃないですか。スパカセね、これ、え、その2万円のやつのスパカセですか。これはね、スカイキッド貴重なんで、箱説なくてもこの価格ですね。あ、なし、これなし、やばいですね。このピンク、あ、これ、これが2万円。はいはいはい、やばいですね。この箱説あると桁が違うじゃないですか、こっちとね。で、まあ全部貴重ですよ、もちろん、はい、この辺とかも。なんかちょっとファミコン風の感じがしていいですね、スパカセのね。あ、このジャケはね、カセットはちょっと小さいんですよ、はいはいはい。セガ版のゴルゴ十郎が、これ珍しい。渋いな、ジャケット激渋。なんかあります、説明書ありますね。三千三百。三千三百。これ珍しいんですね。で、まあスナミとかセガサタンとかいろいろとありつつ、はい、はい、ということでね、この牛久店さんは、ステーキ宮さんの前にあるということで、僕は以前に1回行ったことありますね。ここで購入したものとしてはこの感じですね。まあ全部星1でしたけど、3本が、まあ、バイナリーランドですかね。バイナリーランド、よく見て結局ついに買ったみたいな。まあで、これはまあまあついにですけど、結局南極大冒険は最安じゃないですか。そうですね、大体1000円ぐらいして、よく見たけど
ついにここで決めたかと。ゴーゴーはお得ですからね、うん、っていうところですかね、うん、でまあウィローはこれも説明練習を見た方がいいですかね、うん、開けます、開封でね、開けた方がいいかもしれないね、説明書のコンディションも、一応確認しといた方がいいのかなと、さすがですね、開かないこれ、なかなか結構ガッチリ系、ガッチリ系ですね、ウィロー想像としてはどういうゲームになります、想像だけでいくとなんか RPG ですかね、だけですか、雰囲気的に違うのかな、なんですかねこれ、簡単に言うとですね、はい、ゼルダみたいなアクションシュアクションロープレイ、アクションロープレイで、ソードとかをパワーアップしていき、いろんな、ところを探検し、悪を倒すということですね、うん、こんな感じ、この村とかって死の橋とか、こんな感じの主人公が行きます、うんうん、まあ、まさにゼルダっぽい、そうそうですね、はい、で結局とバイナリーランドは、まあ、もうこれはもうね、うん、有名、超有名、そうですね、うん、ウィローがやっぱ一番マイナーか、うん、そういう意味ではね、でも裏ではない、裏ではないですね、裏ではないですね、裏ではないですね、はい、この辺はやっぱりもう近年どうなんですか、価格帯としては上昇、まあ、みんな上昇とは変わってないですね、そこは変わってないですね、うん、まあ、ちょっと微妙に上がったぐらいですか、あ、やっぱそれはあれですか、もうめちゃめちゃ売れたソフトだ、数が多いからみたいなことですか、うん、そうですね、だから数が多い良作っていうのはそんな上がってないですよ、うん、いっぱいあるから、だからあんまり見ないクソゲーとかは高いんですよ、なるほど、っていうのありますね、虫食といえば大仏見たかったですね、あーそれ行かなかった、多分近かったですね、多分ね、うん、でもパッと見なかったですけどね、だいぶでっかい大仏はね、あー全方向なかったですね、明らかに、あーあそこにって感じなかったですよね、うん、ちなみに行ったことあるんですか、ないっすないっす、あーじゃあでっかいのなんか映像とかで見ただけですね、そうですね、そうか、確かに実際見てみたかったですね、見たかったですね、確かにね、だってそういうとこ全部すっ飛ばしてね、ゲームショップしか行ってないですからね、観光地的なとこはね、いやだからね、名古屋では多少ご当地グルメあったかもしれないですけど、ああまあ食べ物がね、だいやいや、そのだから大仏もそうですけど、だゲーム店からゲーム店しか行ってないですよ、そうですね、基本的にはこれはいかがなものかと、観光地とか観光スポットを挟みたいと、だって牛久といえばもう大仏でしょイコール、だからそういう名所、うん、もう挟んでったらいいんじゃないですか、なるほどね、ニーズありますか、ニーズはまた別の問題じゃないですかまあ自分は行きたいっていうニーズはありますけど、まあなんかね、ゲームショップもそうですけど、すごい観光名所とかね、もしいいところがありましたらコメントいただければと、あなたの街に行くかもしれません。Thank you.